よう、出番かい。早く。暗殺一家の問題児がトーナメントに殴り込みだ。クレイ一族の名にかけて邪魔するやつはぶっ殺す。188センチ、94キログラム、天眼試合初参戦、アンダーバンド社所属、決起の末裔クレイ。なんで血まみれ。いちいち騒ぐんじゃねえよ、豚ども。いや、くそや。何があったんや。ライアン選手にボコボコにされた。されてねえよ。いや、されてるだろ。ありがとう、エレナ。じゃあ、行ってくるよ。続きまして、対戦闘技者の入場です。エトコからやってきた逆流に動いた青き瞳で見せるのは優勝の魂のみ。神の加護を得て、聖戦士の出撃だ。189センチ、99キログラム、剣眼試合戦績48勝0敗、企業獲得資産7,088億3,490万、セントリー所属、メッサンスボクシー、モクシーロビンソン。モクシー、モクシー。エレナ、お前は私の全てだ。お前のためなら私はどこまでも強くなれる。お前が望むならたとえ神であろうと倒してみせる。ライアンのやつ、遊んでやがる。まったくしょうがないやつだ。いや、本気を見せていないのはあの男も同じだ。余裕譲らず、この勝負一瞬たりとも目が離せません。楽しいじゃねえか、このイギリス野郎。なあ、こんなのはどうだ。目つぶしです。自分の血を使って。敵ながら見事。あの若者、古流柔術家か。あの刹那絡み寄った。少しひねりを加えるだけで効くだろう。このまま折ることもたやすいんだが、まだ続けるかい、クレの人よ。なんてな。小技で勝ち起こってんじゃねえよ。決まったと思ったかい。俺に勝てると思ったかい。いい夢見れたか、バーカ。夢ですか。
それならば正夢にしてみせますよ。さあどうする、忠実野郎、かわすか、いなすか、受け止めるか。古流武術のそれではない、このフットワークはボクシング。なんだこの動き、こんな流派見たことねえぞ。うたみか、一本背負い。許してください、あなたに手心を加える余裕はなかった。 Rest in peace。あの野郎、やっぱりやらかしやがった。なんということを。堀尾王子、レイジ、備えるぞ。ここから先は戦いではない。背負いは完璧だった。なのになぜ立ち上がれる。ヒギ、外し。俺はよ、戦いなんてのは好きじゃねえんだ。俺が好きなのは勝利なんだよ。それも一方的だ。さあお前も蹂躙してやるぜ。面妖な、まるで別人じゃないか。行くぜ、しっかり目ん玉ひんむいてろよ。人間は身体能力の3割程度しか使えんよう枷がかかっとる。体が負担に耐えきれず崩壊するのを防ぐため脳がセーブしとる。じゃが長年の品種改良によって我が一族はそれに耐えうる肉体を手に入れた。リミッターを解除し鬼人のごとき力を得た。それがクレ一族秘伝外しじゃ。ライアンのそれは 100% じゃ。ああ、放り投げた。なんという打撃だ。持ち上げて。お願い、もうやめて。やめるか。その月は、ハエが止まるぞ。待て、なんじゃこの。そんなことで私の後が継げると思うか。私は父が嫌いだった。何が馬律だよ。時代遅れの武術なんだ。こっちから願い下げだぜ。私は家を飛び出した。裏世界に飛び込んだ私は馬律を継ぎ、悪者の影を尽くした。血筋という重荷への復讐のつもりだった。だがそれは自由になったふりをしているだけだった。何の意味も価値もない人生。そんな私を変えたのはお前だ、エレン。君がモキチ君だね。君たちの世話を感じられてね。この子はエレナ・ロビンさん。君の言い分は今日だよ。エレナ、お前がいたから私は立ち直れた。お前のおかげで私は血の尊さを知った。You are the reason why my heart is still.
見てるか、無双無双ども。これで分かっただろう。俺が最強。